今日はですね、誘導をちょっとやっていきたいと思います。今日はドンキング君に、ちょっとお手伝いしてもらいます。まずですね、誘導ですけど、よく巻き乗りとかするときにですね、どうしても曲がれない、手前回転するときにフラフラしてしまうという方がいっぱいいらっしゃいますので、それをどういうふうに対処したらいいか、どういうふうにすればいいかというのをちょっと今日やっていきます。それではまずじゃあ、林からいきます。まずはですね、ケイハヤシで、よくあるのが誘導でですね、一番難しいって言われるのが、巻き乗りの時にどうしても曲がらないとか、自分の思っているところで曲がらない。あと、形がどうしても丸くならない、大きくなりすぎたり小さくなりすぎたりするっていうのがありますので、で、その時にですね、頭の中でしっかりと自分の行くラインっていうのを見つけて、そこを誘導するようにですね、で、どうしてもですね、今からちょっと悪い例をしますけど、手だけで曲げようとしてしまうと、肩から逃げられて、巻き乗りがうまくいかないということがよくあります。ですから、その時にしっかりと外方の、内側を向けすぎないようにですね、しっかりと自分の行き先を見ながら誘導してあげるようにですね。で、ケイハヤシで大きな今巻き乗りしてますけど、その時もですね、しっかりと自分で見ながら行き先をですね、ラインをしっかりと行ける、を誘導できるようにですね、どうしても手だけで誘導してしようとしてしまうと、右に行ったり左に行ったりしてしまうので、で、手前を変えます。手前を変える時もしっかりと自分の目標に向けてまっすぐ馬を誘導してあげる。その時に絶対手だけで今曲げようとしないように、常に自分の真正面に馬の耳があるようにですね。で、もう一回巻き乗りで、巻き乗る時もちょっとだけしっかりと自分の体をちょっと内側向けるような感じですね。傾くのではないですけど、ちょうど胸のところにヘッドライトがあるような感じですね。それで、その自分の行き先を照らすような感じで、頭だけで見るのではなくて、体をしっかりとそっちの方に肩を引きながら向けてあげる。その時にですね、内側に倒れたりとか外側に倒れてしまわないように、しっかりと真ん中に乗りながら乗っとくんですね。で、自分が行き先にしっかりと胸を向けながら、馬の耳と耳の間からまっすぐ向くような感じですね。で、もう一回悪い例ですね。手だけで曲げようとしてしまう。で、その時に内側に倒れてしまうと、どうしても馬のバランスがどん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 前かがみになってしまう。で、そうすると馬も動けなくなってしまうので、しっかりと体を起こして、絶対内側に倒れないように、しっかりと自分の胸を向けるような感じ、自分の行く先にですね、行き先にしっかりと向けながら誘導できるようにですね。で、巻き乗りから蹄石に出る時もしっかりと蹄石を見ながらまっすぐ出ていけるように。で、手前を変える時もしっかりと自分の行くラインを見ながらそこに誘導してあげる。まっすぐですね、自分の脚とコンタクあの拳の中に馬がしっかりといるように。で、今度は8時乗りですね。8時乗りをする時もしっかりと自分の行き先をラインを見とくように、8時の、図形をしっかりと見とくように。で、手だけで絶対誘導しようとしないようにですね。で、もう一度同じように姿勢を入れ替える時に、ゆっくりと馬のバランスが崩れないようにまっすぐして、ここで内側の脚でちょっとだけ内包性を取らせてあげる。で、外方の手綱と外方の脚で壁を作って、誘導するようにですね。今度は三腕脚の蛇乗りですね。今度はちょっとだけアングルがきつくなるので、ここで一回まっすぐゆっくりと姿勢を入れ替えてあげる。その時に絶対首だけが内側に行かないように、常に自分の真正面に馬の肩がですね、肩と馬の頭があるようにですね。今度は悪い例です。手だけで誘導しようとしてしまうとですね、どうしても馬の肩から逃げられて、姿勢を入れ替える時にどうしても動きが大きくなってしまう。で、そうしてしまうとどん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 馬の頭が下に下がってバランスが崩れてしまうので、できるだけ手だけでは回さあの誘導しようとしないようにですね、しっかりと馬を自分の真正面にいるように、その中でしっかりと馬の肩を自分の行き先に向けながら姿勢をちょっと入れ替えて、
それで自分の思ってる三腕曲のラインですね、それをしっかりと頭の中に描きながら、そこをゆっくりと誘導するようにですね。今度は駆け足ですね。駆け足の時も全く一緒です。しっかりと自分の真正面に馬がいるようにですね。絶対こう手だけでこう誘導しようとしないように。あとこう回る時もですね、しっかりとこう自分の、さっき言ったと思いますけど、こう胸のところにヘッドライトがあるような感じで、しっかりとそっちの方を自分で照らしながらですね、誘導してあげるようにですね。で、駆け足の時もこう壁で、外方の脚と外方のコンタクトでちょっとだけ壁を作ってあげる。で、後ろ足、外方をつの脚を使う時ですね、後ろ足を引いてしまうと、今みたいに腰が入ってきてしまって内側にこう倒れてきたりしてしまうので、できるだけ脚の位置は同じところでサポートできるようにですね。それじゃあもう一回同じようにですね、一回こうちょっとだけ前出して、で、輪乗りの時ですね、できるだけこう人間がしっかりと自分の行き先行くラインですね、輪乗りのライン、輪乗りもそうですけど、その自分の行く誘導したいところをしっかりとこう向いておくようにですね、絶対頭だけで向かないように。で、巻き乗りをする時もちょっとだけ体を起こして、馬の頭が内側向きすぎないように、まっすぐしながら外方でサポートして巻き乗りをするように。で、絶対こういう風な感じで内側を引っ張りすぎてしまうと、肩からこう逃げてしまって、自分が思っているところで巻き乗りやその図形ができなくなってしまう。巻き乗りが終わった後もですね、こうしっかりとこう定石を見ながら、まっすぐこう真正面を向いておくようにですね。で、じゃあちょっと早足をして、で、シンプル、手前を変えます。その時もですね、しっかりとこう自分の行き先を見て、それを誘導するように。で、右手前の駆け足も一緒ですね。しっかりと自分の行き先を見ながら、自分の思ってるラインを常にこう頭の中に描きながらですね、今は輪乗りですね、輪乗りで。で、どうしてもこう手だけでこう引っ張ってしまうとすると、馬のバランスも前に行ってしまいますし、人間の体も前に行ってしまうので、できるだけこうしっかりとお尻に座って、馬がこう内側向きすぎないように巻き乗りをする時もですね、こう自分がしっかりとこう行き先を見ながら、体ごとですね、ちょっとだけ内側にねじるような感じで誘導するようにですね。巻き乗りから定石に戻る時も、巻き乗りを出る前からですね、定石をしっかりと見て、できるだけまっすぐと出ていけるようにですね。それじゃあちょっと早足をしてですね。で、早足の時も全く一緒です。真ん中にしっかりと乗って、絶対こう人間のバランスが崩れないように。で、巻き乗りをする時も体をちょっとだけひねって、絶対こう内側に倒れたりとか外側に倒れて巻き乗りをしないようにですね、バランスが崩れないように。その正反動してる時ってどうしてもこうバランスが崩れやすいので、まっすぐ真ん中に乗るようにですね。で、巻き乗りをする時はしっかりと自分の行き先を頭だけではなくて、体をちょっとひねるような感じで、しっかりと馬の耳と耳の間からこうまっすぐ見とくように、そういうふうに誘導するようにですね。で、大きく運動している時でも、まっすぐ真正面を見て、自分のしっかりと自分の行き先を見ながら、そちらの方に誘導するように。一番大切なことはですね、こう自分の中でこうラインをしっかりと作って、そこを誘導するんですけど、その時に絶対こう手でこう内側向けすぎたりとか、頭だけですね、首だけこう内側外側向いたりしないように、できるだけ馬の肩をコントロールして、その自分の思ってるラインに乗せて運動、図形が作れるようにですね。で、その時にその外方にこう逃げるからで、内方を引っ張りすぎてしまうと馬っていうのは外に行ってしまう。で、その時にこう腰が振れるから、外方の脚を引いて押さえようとすると、今度は腰が内に入ってきて、馬が窮屈になって曲がれなくなってしまう。で、そこで失速してしまうということになってしまうので、できるだけ脚の位置はこの位置、外方の脚でもこの位置で使えるようにですね、その普段の脚の位置で。あと、その手だけでこう誘導しようとするのではなくて、手だけというか、その頭をこう向けようとしすぎなくて、その馬の肩を
右左、自分の行きたい方向にしっかりとこう誘導できるようにですね、それを注意しながら練習してみてください。